こうする、愛知地方議員さんに聞いてみた、絶対必要、日本共産党県議。県への要請、お疲れ様でございます。今、愛西市は高給食の関係など、今どういう状況なんでしょうか。昨年1年では、1ヶ月間の給食費の無償化が今実現をしています。そういった点では愛知県一、状況があるんですが、はい、ただ、4月からは国も県も補給がなくなるということで、まけに物価高騰分の値上げ500円まで含めて、はい、実質値上げになると。値上げそうで、はい、保育園の、ね、年長さんの家計からは、僕らはどうするんだと、うん、そういう率直な、ね、意見も今出ている中で、県にね、はい、で県でも40円補助してきましたということもありましたので。千葉県では小中学校の給食費3人目のお子さんは無料、市町村がやった場合には2分の1を県が補助。東京では給食費無償化自治体が次々広がり、19名の日本共産党都議団が給食費半額条例を提案。しかし愛知は全国で唯一日本共産党議席がゼロだから、どうしても必要、日本共産党の県会議席。ご覧の地域から4人が議席に挑戦します。愛知県から変えていこう、日本共産党。